賑やかな夜を楽しむなら、神室町はうってつけの街だ。だが、ネオンの光が眩しいほど、その影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは、東日本最大のヤクザ組織、東城会。神室町はディープな場所ほど刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば、遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近、神室町で最大の話題はこれ。連続殺人だ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。構想中の東城会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえうられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東城会系のヤクザだ。そして俺は、矢上隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ、今月分の給料ね。悪いけど、残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だし、俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所、最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか？あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。